さあ、改めましてドクター教えて医療についてのさまざまな情報を教えてもらいます。今日は菊池さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、どんなテーマでしょう。はい、今日はコロナ禍のメンタルヘルスというテーマでお話をしようと思います。ちなみに菊池先生のいます金沢大学附属病院の神経科精神科、こちらを受診する患者さんは年間でおよそ2万2000人いらっしゃいます。菊池先生はそのトップとして日々患者の心の健康を守っていらっしゃいます。さあ、ではよろしくお願いします。はい、ではこちらのデータをご覧ください。はい、先月、自殺した人は全国で1745人と、なんと11ヶ月連続で増加しました。はい、男女別では男性が1142人で、去年の同じ時期に比べて 4.5% の増加、女性が603人と 21% の増加となっていて、女性が大幅に増えています。そうですね、これは大変、ね、心配な数字ではあるんですが、やはり先生のところにもこのコロナに関することで心の相談ということは多いですか。はい、そうですね、最近はコミュニケーションの減少により徐々に元気がなくなっていく高齢者が多いでます。また家族で過ごす時間が長くなったことによる、家庭内不和で苦しむ人もいます。これまで何も意識せずごく普通にしていた外界とのコミュニケーションが、実はとても大事なストレス解消法であったと改めて感じさせられる1年でした。はい、そして患者さんの訴えは大きく3つに分けられます。はい、はい、1つ目は自分や家族がコロナに感染してしまうのではないかという直接的な不安、2つ目は業績悪化などによる経済的なダメージなど間接的な不安、3つ目は自粛による生活の制限によりこれまで生活習慣が変化したことから起きる心と体の変化です。こうした不安や恐怖心、孤独感が長期化していますので、それにより適応障害やうつ病を発病する人が増えてきております。はい、ということでなるべく早く自分の心身の変化に気づくこと大切なんですが、これ私たち自分でチェックできることって何かありますか。はい、そうですね、はい、体に現れる症状としてはご覧のように、はい、肩こり、頭痛、腰痛などの痛み、それからめまい、耳鳴りなどの症状、夜眠れないといった不眠の症状、そして吐き気や便秘あるいは下痢といった症状、消化器症状が出る方もいます。また精神的な症状としては急に怒ったり泣き出したり情緒が不安定になったり、集中力が続かずミスが多くなってしまったり、普段は感じない孤独感や焦りが強くなったり、気分が落ち込んだままで動くことすら億劫になってしまう、そういったことがあります。こちらこう症状があった場合の対処法というのはどういうものがありますか。はい、思い切ってストレスの元から離れることが大事です。新型コロナに関するニュースや SNS をなるべく見ないようにして、意識的に情報と距離を置くようにしましょう。もう一つ大事なのは生活リズムを崩さないことです。簡単なことですがなかなか、できていません。起きる時間と寝る時間を変えずに運動や趣味、そして人と会話をする時間を意識して取るようにしましょう。このような対策をしても2週間経っても不調が続く、そういった場合には病院の受診もおすすめします。この場合は医師からの専門的なアドバイス、症状に対する、対処法といったことを教えていたもらうことで、改善する可能性もございます。はい、といったことでした。今日いろんなことを教えていただきましたが、ぜひ早めに自分自身の不調に気づくということ大切かもしれません。先生には次回も心と体についてのお話をしていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。